ウクライナ、ロシアの汚い爆弾主張に反発、ロシアこそ挑発計画かと。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は23日、イギリスをはじめ複数の国の国防相に、ウクライナが放射性物質の入った汚い爆弾を使うかもしれないと根拠を示さず懸念を伝えた。ウクライナはこれに反発しむしむろ ロシアがこうした攻撃を準備していることの現れかもしれないと批判した。ロシアのショイグ国防相は23日にイギリス、アメリカ、フランス、トルコの各国防相と相次ぎ電話で会談し、ウクライナが汚い爆弾を使う懸念を証拠を提示せずに示した。イギリスのベン・ウォレス国防相には ウクライナ政府が汚い爆弾を用いて挑発する可能性を懸念していると述べたこれに対しウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領は「これはつまりロシアこそこうした放射性物質を使った攻撃を計画しているという意味かもしれない」と反論この戦争で「汚い」と言われる 想像できる限りのものすべてはロシアから来ていると述べたまたロシアはウクライナ南部ザボリッチャで原子力発電所を占拠しておりそこで放射能の大惨事の危険性をちらつかせて世界を脅していると非難さらに南部ヘルソン州でロシア軍がカホフカ水力発電所の 主要ダムに地雷を仕掛けたと改めて非難したロシアはこれを否定しているゼレンスキー氏によると同発電所が深刻な被害を受けた場合周囲の市や町が広範囲に冠水しザボリッチャ原発の冷却水が失われる恐れがあるという大統領は世界は最も厳しい方法で反応すべき だと呼びかけた米英仏もロシアに反論ショイグ国防省の発言についてアメリカ政府はロシアが戦況をエスカレートさせるためのどのような口実も拒絶すると述べたアメリカのロイド・オースティン国防長官は22日に続いて2日連続でショイグ国防省と電話で会談した イギリスのウォレス氏によるとショイグ氏はウクライナはイギリスを含めた西側諸国の計らいでウクライナにおける紛争をエスカレートさせるための行動を計画していると述べたというウォレス氏はこのような主張は一層のエスカレーションの口実に使われてはならないと警告した。 さらにフランスとイギリスの外相とアメリカの国務長官は共同声明を出し、ウクライナが自国内で汚い爆弾を使おうとしているなどというあからさまに虚偽のロシアの主張をこぞって拒否すると表明。プーチン大統領による残酷な侵略戦争を前に、米、英、普通は ウクライナを支援し続けると述べた。ウクライナ軍、東部や南部で反抗を続ける。複数の軍事アナリストは、ショイグ国防省の言い分は、ロシア軍が敗退を重ね、ウクライナ軍が東部や南部で反抗を続けている状況でのものだと指摘する。アメリカのシンクタンク、戦争研究所 ISW は、ツイッターで、 ショイグ氏が各国を怯えさせるような電話を繰り返すことでウクライナへの軍事支援を遅らせ北大西洋条約機構を弱体化させようとしたのだろうとの見方を示したその一方で ISW はロシア政府が汚い爆弾攻撃で陽動する偽旗作戦の準備をしているとは考えにくい ショイグ国防相の主張はロシアが彼で展開してきた情報戦をさらに推し進めるものだと述べたロシア国営メディア幹部を職務停止に23日のその他の主な動きは次の通りウクライナのエネルギー大手はロシアによる大規模攻撃のあと 電力供給を部分的に復旧させたと明らかにしたロシアの国営テレビ RT は幹部のアントン・クラソフスキー氏が放送中にウクライナの子どもたちは溺死させるか焼き殺すべきだと発言したのを受け同志を職務停止処分にすると発表したウクライナ保安局は航空エンジン製造大手 モトール・シーチの元社長らを拘束したと発表航空エンジンをロシアに違法に販売した疑いというロシア汚い爆弾の恐れ不意調ウクライナは危険な嘘と反発ロシアが放射性物質をまき散らす汚い爆弾をウクライナが使用する準備をしていると主張している。 これに対し、ウクライナ側は23日、危険な嘘だと非難した。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が英国、フランス、トルコ、各国の国防相と相次いで行った電話会談で、ウクライナが汚い爆弾を使って挑発する可能性についての懸念を伝えたと語ったことに反論した。 ロシア側の主張については西側各国も直ちに否定している。オロデミル・ゼレンスキー大統領は動画演説をソーシャルメディアに公開し、ロシアが電話をかけてきてウクライナが何か今回は汚い爆弾を準備しているようだと言ったとすれば、ロシア側がすでにその何かを準備しているということを意味すると語った。 その上で、今こそ世界は可能な限り厳しく対応すべきだとし、国際社会の結束を訴えた。これに先立ち、ドミトロ・クレバ外相も、ロシア側の主張を馬鹿げている、危険だと非難。ロシア人は自分たちが計画していることを他者になすりつけることが多いと述べた。A 国防省によれば、 ベン・ウォレス国防相はロシア側の主張に反論そうした主張をさらなるエスカレーションの口実に使うべきではないと警告したというまた米国家安全保障会議のエイドリアン・ワトソン報道官はロシアの出方についてウクライナが自国領土で汚い爆弾を使用する準備をしているというのは 明らかに誤った主張だと批判。ジョー・バイデン政権は受け入れないと語った。さらに、世界はエスカレーションの口実にしようとする、いかなる試みも見抜くだろうと述べた。ウクライナが汚い爆弾と主張。ロシア国防省各国に電話。ロシアのショイグ国防省は23日、 ウクライナ侵攻をめぐり米英仏とトルコの国防相と相次いで電話会談したタス通信が伝えたロシア側発表によるとショイグ氏はダーティーボムを使うというウクライナ側の挑発の可能性に対する懸念を表明真偽は不明でロシア側による情報戦の一環と見られる 一連の会談に先立ちロシア国営メディアが汚い爆弾について報じていた「汚い爆弾は放射性物質を撒き散らし広範囲を汚染する兵器」ロシアのプーチン大統領は一方的に併合したウクライナ東部南部4州を含む領土の防衛のためあらゆる兵器を使うと警告してきた。 ロシア軍がウクライナ側の仕業に見せかけて攻撃を実行する偽旗作戦のシナリオも否定できず各国は警戒を強めることになりそうだショイグ氏がロシアの脅威を自らあおる情報戦を仕掛けた可能性もある国際社会を揺さぶり停戦交渉を拒否する ウクライナのゼレンスキー大統領を説得するよう仕向ける工作だ A 政府の発表によればショイグ氏は欧米の支援を受けたウクライナが紛争をエスカレートさせることを企てていると主張したウォレス国防相はこうした見方を否定したという米国防総省によるとオースティン国防長官も ショイグ氏との電話会談でロシアによる紛争拡大のいかなる口実も拒否その上で双方の継続的なコミュニケーションの重要性を再確認したペーロ国防省は21日にも電話会談を行っているウクライナのメディアは23日 ショイグ氏は一日中各国の国防省に電話をかけ、ありもしないウクライナの核の脅威を触れ回ったと報道。汚い爆弾のプロパガンダを国営メディアが最初に広め、ショイグ氏がそれを取り上げたと指摘し、自作自演だと強調した。